はい、皆さん、こんにちは。下田武司でございます。今回見ていく内容は、睡眠薬のレンドルミン、デイビゴについて確認していきましょう。お薬比較することによって、より理解を深まるってことで、レンドルミン、デイビゴ、比較しながら、どういったお薬なのかってことを一緒に確認していきましょう。じゃ、まずレンドルミンなんですが、成分はブローチドラムとなっていて、デイビゴは成分がレンボレキサントとなっております。 で、これら睡眠薬として用いられるってことなので、まず睡眠障害、症状としてどういったものが現れるのかってことを確認していきましょう。主に4つの症状があります。入眠障害、中途覚醒、早朝覚醒、熟眠困難っていうのがありますよということです、まあ。入眠障害、言葉の通り、ベッドに入ってもなかなか寝つくことができない。 で、中途覚醒も言葉の通りですね、途中で目が覚めてしまってなかなか寝つけない。で、続いて早朝覚醒なんですが、朝早く目が覚めてしまってなかなか寝つけませんよと。で、熟眠困難なんですが、睡眠時間確保できているんだけど、眠った気にならない。っていうですね、症状があるとされています。で、この4つの症状があるんですが、この症状に合わせてお薬を選択するってことになるんですけど、その時に何を確認して選択するかというと、作用が早く現れるのか、ゆっくり現れるのか、 もしくは作用が持続するのかってことでお薬を選択していくということになりますんで、最近なんか寝つき悪いなとか、最近なんかしっかり寝れてない,ないなとか、まあそういった症状をしっかり伝えることによって適切なお薬を選択することできますんで、どの症状があるのかこれを確認して適切なお薬を選択する必要があるということです。なのでどんな症状を呈するのかってことはお薬選択する上ですごく重要なんですよっていうことを押さえておいてください。 じゃあ、続いては、それぞれの薬の作用を確認していきますが、まず、レンドルミン、ブロチドラムなんですが、これは、ギャバ A 受容体の機能を高めるって作用があります。じゃあ、まず、このブロチドラムの作用を抑えるにあたって、ギャバ A 受容体ってどういう作用をするのかってことを抑えなきゃいけませんので、まずギャバ A 状態の機能を一緒に抑えていきましょう。じゃあ、このギャバ A 状態なんですが、そこには、ギャバと言われる、 体内物質、ガンマアミノラク酸が作用します。そうするとどうなるかというと、細胞の外にある CL マイナスが細胞の中に流れ込む。そうすることで、細胞内がマイナスに帯電するってことになります。で、細胞内マイナスになると、興奮が抑制されるんですよって作用が現れて、その結果として、鎮静作用とか、催眠作用とか、筋脂感作用が現れるとなってます。 じゃあ、ブローチドラムどうやって作用するかというと、このブローチドラムは、ベンゾジアデピン契約となっていて、このベンゾジアデピン契約っていうのは、ギャバ a 状態に結合するとかあります。で、くっついたらどうなるかっていうと、ギャバが結合する際に CL マイナスがより通りやすくなって、その結果としてマイナスが中に入りやすくなります。そうすると、興奮がぐっと抑えられて、 催眠作用、鎮静作用、筋弛緩作用がより現れやすくなるということです。で、催眠作用を持ってるってことで、睡眠薬として、ベンゾジアデピン契約を用いることできるんですよ。ってことで、ベンゾジアデピン契約っていうのは、ギャバ a 状態の機能を高めることによって、興奮を抑える。その結果、眠たくなるよとされています。ただ、鎮静作用とか、筋弛緩作用ありますんで、副作用で注意しなきゃいけないのは、呼吸抑制が現れるとか、 あとは、筋脂肝作用が現れる、なんてことがありますんで、副作用として呼吸抑制筋脂肝作用に注意して使っていかなければいけない。まあ、筋脂肝作用なんかあると、ふらつく、なんてことがありますんで、高齢者で筋力低下してる。そこにブローチドラム使うことによって筋肉ギュッとなることができない。ふらついてしまう、なんてことがありますんで、ふらつきなんかには注意して使っていかなければいけないよとされております。じゃあ、それに対してレンボレキさんとはどうかというと、 オレキシンという、覚醒物質があるんですが、この覚醒に関わるオレキシン、これの機能を抑えることによって、覚醒させない。眠たくさせるとなってますんで、デイビゴ、レンボレキサンとは、オレキシンの機能を抑えることによって、覚醒させない。その結果、眠たくなるんだとされてますんで、作用の仕方が全然違うんだってことをしっかり押さえておいてください。 じゃあ、これら内容を踏まえて、続いては、作用時間とか副作用、何に注意したらいいんですかってことを一緒に確認していきましょう。はい、じゃあ続いては、それぞれの作用時間と副作用について確認していきます。じゃあ、作用時間見るにあたって何が有効かというと、濃度が最大になる時間、Tmax と、薬物が半分になる時間、半減期確認するのがいいよとされています。 じゃあ、tmax どうなのかというと、共に1.5時間となっていますんで、割と早い段階で効果が現れるってことから、入眠障害に用いることができるよとなっています。じゃあ、レンドルミ半減期どうかというと、約7時間となってますんで、中途覚醒に使うことができる。 それに対して、デイビゴアっていうと、半減期約50時間ということで、かなり長く効果を示しますんで、中途覚醒にも使うことできるし、熟眠障害なんかにも使うことができるとなってますんで、作用時間確認することで、どういった症状に適しているのかってことを確認しておいてください。 ちなみに、デイビゴは、食事によって吸収が遅くなるとされてますんで、食後投与は良くないとされてます。食後に飲むことによって、吸収ゆっくりになって、早く作用をしない。それによって、入眠障害なんかを改善しにくくなりますんで、食事との併用は推奨されていないということです。じゃあ、続いて副作用を見ていくんですが、レンドルミンは主な副作用多くて、眠気、ふらつき、頭が重たい、だるさですね。あと、倦怠感なんかありますよとされてます。 で、重大な副作用も報告されていて、肝機能障害現れることありますんで、倦怠感ないか、あと、消化器症状ないかってことを確認する必要があります。で、他に、一過性前行性健忘といって、一時的に記憶が飛ぶこともありますんで、注意しなきゃいけないと。 で、この一過性全行性健忘これがね、認められるということで、5時間後に起きて仕事しないといけない。そういった場合は、レンドルミンの服用は推奨されてません。ちょっと寝て、そして起きて仕事するってなった時に、一過性全行性健忘現れることありますんで、ちょっと眠る時にレンドルミン服用は避けてくださいとされているということです。であとは、依存性なんかあります。まあ、これ問題になってますね。 長期間ただただ連用することによって、レンドルミンがないと眠れないみたいな状態になりますんで、長期間ただただ使用するとかですね、容量を増やすってことはしないようにしていかなきゃいけないと。であとは呼吸抑制なんかありますんで、呼吸機能低下している人にレンドルミン使用する際には注意していかなければいけないよとされております。それに対して、 レイビーはどうかというと、主な複製を、ケーミン、頭痛、倦怠感なんかありますけど、重大な複製は報告されてませんので、依存が気になるとか、呼吸抑制気になるとか、そういった場合は、レイビー語を選択するのがいいよとされているということです。ということで、今回は、レンドルミン、レイビー語について確認していきましたが、それぞれどういったお薬なのかってことをしっかり把握して、適切な睡眠薬を選択できるようになりましょう。それではまた。